皆さん以前やったマニーズというゲームを覚えているでしょうか。まあかなりねぶっ飛んでるゲームだったんだけど、まあ主人公が無人島に流れ着いたと。で何もない、もう船とかも来ない、もう死ぬしかないって思って夜起きたら、ふとしつと見たらその無人島にファミレスがあったっていうとんでもない、設定のゲームだったんですね。でそのゲームまあとんでもないというか、まあもうなんだろうな、勢いだけでもうすべてストーリーが進んでって、なんだけどその勢いが良すぎてすごいいいゲームだったんですね。でそのマニーズが2がね、出るということでデモ版が出てたので、ちょっとやってみようかなと思います。まあ設定がなんかねまたぶっ飛んでて、なんか昭和の時代というか昔の時代らしいんですね。で無人島に戦線を張っていたとある海軍部隊は徐々に飢えと渇きに苛まれていた。極限状態の中、兵たちが見たのは存在しないはずの故郷の店。そして彼らは島に飲み込まれるかのように消えていく。訪れるものを食う無人島の謎とは。ということで、ファミレスじゃなくてなんか昔の食堂みたいなことなのかな。マニーズは昔からあったってことなんでしょうかね。だから本当に現代じゃなくてすっごい昔からあったっていう都市伝説のお話なのかもしれんね。結構怖い話でもあったんだよな。その食堂がなんかを見てしまった人は最終的に消えてしまうみたいな話なんですよ。綺麗な海だな何もないな、絶望的な水平線ですね。さあこの無人島で、あ、この無人島で訓練してんだな、兵士が。すごい設定になったな。現代ですらないっていう。綺麗にも。これも絶望的じゃない?この無人島は。なんもないじゃん。木が2本よく逆に立ってたなっていう。火縄銃ですね。あ、今回撃ったりとかあんのかな?おー!あ、でもなんかテントとか張って。なんでこんなとこで、なんか戦闘の訓練してんだ。なんもないじゃん。なんでここ降り立ったの?船とかないけど、あ、奥の方に船あんのかな?この無人島に降り立って、まあ、訓練をしていたみたいなことなのかな?山ん中とかやると思うけどな。こんな無人島で訓練してるってか見たことないけどね。船を降りてみたいなことなのかな?でもみんな多分これ、帰れなくなっていくんだろう、渡辺。あの調子じゃ、敵が目の前にいてもかすりもしねえな。下手くそなのか。はいはいはい。これでいいのかな?これは偉い人なのかな?この渡辺って人が。いや、さっきはその、いや、いいんだ。石川。めちゃくちゃ日本人だ。海外のゲームなんだけどね、一応。日本の設定なんだね。しかしまあ景色だけはいいな、渡辺。確かに景色は綺麗だね。俺たちはいつまでこんなとこに。帰れなくなってんの、やっぱり閉じ込められてはいるの。うっ、ああ上のお腹が空いてんのか。もう訓練とかじゃなくてさ、魚とか釣った方がいいんじゃないの。水とかあんのか。戦車とかよくここに運んだな。戦車とか車みたいな。腹が減った。もう無理。上野ん、いろんなやついるな。む、お前何をしている。あ、大きい。あ、この人偉い人か。軍曹か。鬼軍曹みたいな。なんたる体たらく。仮にもお国に命を捧げた身、海兵たるもの。わあ、かわいそうだよ。やっぱしっかり食ってないと力なんか出ないんだからね。え、まあ食料をね、なんかね、兵糧攻めとかいうぐらいだからさ、食ってないともう弱くなんのよ。1万の兵士いたとしても食ってなかったら1000の兵士にやられんのよ。姿勢を崩すな。いやー、やめてやってくれよ。お前食ってんじゃないの、隠れて。軍曹は大変だなーってみんな見てんなよしてやれよ。もう長くないだろう、そいつ。司令も皆を飢えさせる気かね。
わーすごいテントだな。もう上の人とかもう上下関係とかがなくなってるぐらいもう腹が減って極限状態が進んでんだな。一応訓練はしてるけど。で俺は誰なの？やめてやれよ青木さん。やめてあげてください。青木さん、青木さん起きろ。いえ、死んじゃう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 って。上の飯、そんなことよりも腹が減っているってことだな。これそろそろなんかさ、それぞれがそれぞれを食い合うみたいになってくんじゃないので、俺は誰なんだよ。山本。おお、みんな名前があんだね。どうもなれないな。ちょっと俺がこ前にいんのに普通に撃ってんだけど、こいつら。危ねえ危ねえ。弓道とかもさ、弓道部だったけどさ、この前にいたら、人がいたら絶対撃っちゃダメなんだからねえ。矢とか取るときとかも旗とかをこうねやって、今から入りますよっていうのをやるんだから絶対。足が濡れて集中できねえや。木村ちゃんと手入れしておくんだった。ここ撃ってんだ。俺がいるのに撃つんじゃないよ。これどういう物語が進んでいくんだろう。ちょっとワクワクするね。あ、走れるね。なんか危ないね。よくここまで運べたな。あなたは？鈴木さん。バカに暑いな。まあそらそうだろう。こんな暑いんだから。こんな暑いというか、何もない中。え？ガソリンを手に入れた。え？アイテム。デモ版だからどこまでできるかわかんないんだけど、まあそんな長くなさそうだったんだよな。清水。俺なんかがこんなの持ってても、猟銃だ。なんか猟剣？なんか銃剣みたいな、これ。ここにね、剣がついててね、戦えますみたいなやつだな。これは拾えない。なんでここにずっと常駐してんだろうね。もう別のとこ行った方が良くない？こんなとこにいるのに。渡辺さん。この人ちょっと偉い人っぽいな。さあ、持ち場に戻れ。もたもたするな。あの、司令と渡辺さんが結構偉い人っぽいな。司令官！おお。で、青山。おお、みんな何も言わない。司令たちはあれだな、何も言わないんだね。ここに、メシアが来るってこと？もう、蜃気楼見ちゃってるよな、それ。みんな喋んないな。まあ、ちゃんと仕事中は喋ったら怒られるもんね。高橋。いつになったら、奴らは攻めてくるんだろうか。あ、ここが基地になってるみたいなことなのか。で、ずっとここで待ってるみたいな。で、ここで、船が来て、敵国とかの船が来たら、まあここで迎え撃つみたいな、そういう場所なのか。まあまあ、司令が何とかしてくれるさ。俺たちはいつまでこんなとこにいなきゃならんのだ。このままじゃ飢え死にだ。え？なんか食料とか配給みたいなの来ないのかな？斎藤。ん？なんか入ってるな。25。おー、読めないけど。燃料タンク。これらは予備のタンクだ。発電機。あ、俺が給油してんだ。ちゃんと働きましたね。この発電機はいっぱいだ。他のを探そう。発電機に貯めるみたいなこと。結構人生きてんな。いつになったら終わるんだ。これどんどん減っていくんだろうね、きっと。はいはいはい。かわいそうにな。まあ、だいたい15人ぐらいいる気はする。ちょっとやめてあげてくださいよ、青木さん。4番目ぐらい寝ないのかな。発電機他にどっかある？これ発電機に給油した。あと1個あんのかな。ガソリン。これなんだ。これは何でもないのか。発電機、あ、これ持っていけそう。予備のタンクはダメなんだ。あ、じゃあ探してこなきゃいけないんだね。こんな世界観変わるんだってぐらい変わるんだね。面白いな。前はファミレスで結構なんて言うんだろうな、アメリカっぽい話というか。おー、来た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 。全部給油できました。これで今日のお仕事は終わりみたいなことなのかな。俺は給油するだけの一日だったけど、俺は誰なんだろう。あ、こんなとこね、雑魚寝してかわいそうだな。これもいつか死んじゃうよ。食べ物もないんだもんね。戦えないよ、こんな。これ誰？俺？あ、ミンドかな、これ。ミンじゃない？これ。え？ん？
あ、立ってる。はあ。ファミレスを見るのかなと思ったら違うんですね。え、これってあれ？鞭打たれてた人？死んじゃうんじゃないのこれ。次の日も死んでるみたいな。お、どうしたんだって。火を見てる。大丈夫かお前。みんなで支え合っていかないと、心をさ。あの青木ってやつをやっちまおうと思ってんのか。こいつには見えてんのかな、もしかして。ファミレスが。お、どうした？動いた動いた。何かを見ているな。上野、石川。この俺が石川なのかな。右にいる起きてんのが石川なのかな。おい、大丈夫か。俺は石川くんなんだな。お前見えるか。あ、見える。この石川、この上野はさっきぶん殴られてたやつだよな。もう限界を超えてるやつだよね。上野優しくしてあげたい。石川も食ってないだろうけどね。もう見えちゃってんだよ、ここに何かが。あるはずのない建物が見えちゃってんのよ。何もないじゃないか。本当に見えないのか。何が見えるってんだよ、あれさ。いや、何もないよ。炎しかないよ。完全に蜃気楼見えちゃってるよ、砂漠で。ああ、え、お前、俺は気でも触れちまったのか。仕方ない。大丈夫。何日も食ってないからな。よし、待ってろ。何か食うもんくすねてきてやる。優しい、石川優しい。いや、ダメだって。これめっちゃ怒られるでしょ、こんなバレたら。日本日本だもんな。任務、食料探せ。大丈夫か石川。上野、石川バレたらお前もとんでもない目に遭っちゃうんじゃない。みんなもうペラペラになってるよ。みんな疲れてる中さ、食べ物を奪うっていうのもちょっとね。みんな食ってないでしょこれ。ほら、もうお腹が空きすぎてお腹をね、抑えながら寝てるもん。石抱きながら寝てんのよみんな、これ。ただあのなんかさ、鞭打ってたやつは異常に元気だったから、あいつだけこっそり食ってんじゃないの。こいつか。あ、指令の支給品。はい、これ取れない。何をしてる石川。指令に報告するぞ。あ、青木、見張りの注意をそらせ。こいつか、このヒゲ。青木、誰が誰だっけ日本の名前が多すぎんのよ。何したいの。発電機。あ、見つからずに食料を盗め。あー、見つかった。見つかったの。あ、見つかってしまったって言ってもな。あー、いいんだ食料探せ。これでここら辺に入れいいってこと。あー、裏側から行って。ちょろいなー本当大丈夫かこの軍隊。ちょろすぎだろ。あ、上の飯食え。いや、こんなとこじゃなくて、ちょっとこっそり裏で食おう。ここで食うべきじゃない。ここで缶詰渡すべきじゃない。めっちゃ見えてるって。青木さんに見えるから。ほらよ。大丈夫か？いや、絶対見えちゃうから。上野？はぁ。ほら、戻るぞ。うおらー！うらーって、缶詰取ってきた俺になんちゅうこと！上野、これ、上野？ん？上野だよな。なんでそんなことすんの。すまない。うらーって俺行かなきゃ。おい待て。何か見えちゃいけないものが見えていくんだな。これ日々消えていくんじゃない何かに走っていく。え、これって消えんのかな。神隠しってやつか。上野、大丈夫。すごいぞ石川。いや、すごくないよ。何もねえよそこには。
たまげたなぁ。たまげたなぁ。あー、懐かしいなぁ。何があるんだそこには。なんだそのやーっていう手は。これそのまま、あー、神隠しにあっちゃう。こんな夢見たって周りには言われんだろうなぁ。日々消えていくんだこれ。あ、これめっちゃ怒られんじゃない、缶詰取ったこと。バレない？こうやって日々消えていくんだ。怖いねこれ。缶詰はでもこっそり食おうな。海に投げりゃバレないから。上野、主人公は石川なんだな。石川三等兵、二等兵とか。おお、マニーズ2、いい始まり方だね。もうまさかのね、ちょっと遡るっていうね、時代を。昔の時代にもマニーズはあったっていうね。一作目だとまあファミレスみたいなところだったけども、二作目はちょっともう昭和というか、そういう時代の話なんだな。海軍の話。食ったかな缶詰。あ、バレてる。そりゃ怒られるよな、これ。めちゃくちゃ怒られるよこれ。これ下手したら食料をみんなの危険にもたらしたって、これもう結構極刑とかなんか死刑になりそうだよな。バレてんだなこれ。こっそり食えよかったのに。いや、上野のために やったんだよ俺は。ただ上野はいなくなったんだよ。悲しい。優しい男なんですよ俺は。あー、まあそうなるよな。優しい男なんですよ。ナイスガイなんです。許してあげてください。人の痛み、人の心、自分を顧みない優しい男なんです俺は。レトルトは優しいんです。レトルトこと石川は優しいんですよ。ただ上野は消えた。また消えるんじゃない、誰かが。あー、もう手ペラッペラになっちゃってるよこれ。お腹がもう薄薄だもん。起きたんだな。もうこれしばらく食べ物ないでしょ、これ。もらえるわけないでしょ。ただみんな気持ちはわかるだろうね。絶対青木が食ってんのよ。自分の分は毎日食ってんだよな、きっと。青木が実は全然食ってませんみたいなことだったらさ、まあちょっとわかるけどね。こうゼフみたいなさ、ね、サンジと一緒に島にいてさ、あいつ食ってんだって言ったら、実は全然食ってなかったって言って、お前ってね、チョッパーの声でね、サンジの子供時代の、お前って。なったらわかるけど、あいつは食ってんの俺わかんのよ。いない。上野はどこ行ったの。でもこんなところでいなくなれるはずがないのよね。さて、あれ、いない。今日見張りいないじゃん。上野お前どこ行っちゃったんだ。なにこれ。似つかわしくない、なんかセーブポイントみたいなあるけど、魔界封印。似つかわしくなさすぎだろ、名前も。どういうことこれ。封印が解けた。え、なになに、残りの封印を解け。急に世界観が意味わかんなくなったな。いや、その世界観、まあね、なんだろう。このゲームの中に、この突然なんか、ファミレスが現れるとかは世界観は崩してるけど、それはいいと思うけど、これはちょっとやりすぎじゃないか。魔界封印。なんだ魔界封印って。魔界と繋がっていくのか。まあマニーザーちょっとそういうとこあったけど、封印解けた。あ、あっちだ。次は上野ってことは、あれか、石川ももう腹が減りすぎて同じ目に遭うってことだ。これ封印が解けた。なんかあるぞ、なんかある。お腹すきすぎて見えちゃったんだ。そば、うどん、あるはずのないものが。追加任務、武器を取れ。あ、そば、うどんがあるけど、どういうことなんこれ。武器を取れ。これ?武器箱。店の中を探索せよ。ああ!入れんだ。あ、撃てる。でも、撃つみたいな感じにはならないな。ゆっくりなるね。これ武器を持つと。すげえ、でも懐かしい感じはわかるな、この。そば、うどん。なんでこんなとこにあんの。
どういうことなんこれ。すごいな。あー、なんか食品サンプルみたいな、めっちゃ腹減ってくるじゃんこれ。めっちゃ腹減る、あるはずのない。そば、ラーメンあんの？ラーメンってワードあんのかな。食券かこれ。え、生日本、生麦酒。わ、なんか懐かしい感じだな。すげえこれ、ペラペラの生招き猫だ。俺が持ってるこの何でも鑑定団のこの音鳴る、これのペラペラさに似てる。いや変な、もう音鳴ったらこれな、俺鳴りやまないんだから。これ30秒ぐらい。募集兵舎、少年戦車兵募集。真ん中のれんをくぐって、あー意外と2階とかあんだこれ。もう BGM が合わない、 BGM が全然合わないよ。ここはトイレとかなの？あ、外側に繋がってんだ、閉まってる。あ、ここには入れないんだな。ようやく音が鳴りやみましたね。2階に上のはいるか。和室、あ、どういうこと、どういうこと、おかみさん、めちゃくちゃ封印されてますやん、おかみさん。どういうこと、え、和風にも逆に和風に見えないけど、誰あなた、喋れない、喋れないんだけど。あ、開く、え、ここ開けんだ。ほうほうほう、なんで喋れないの。なんで喋れないの。あなた喋れないのはもうおかしいじゃん。喋れないな。もういいのかな。この赤いとこ打つっていうわけじゃないんだな。いいの、ほっといていいの、あれ。なんか食べ物ないの、何か食べ物はないんですか。お、開くってあったぞ今。なんか遠くでも結構開くって出るんだよな。これが出たの。何？何の音？動けない。キーって言ってる。怖。さっきの人降りてくんのかな。バンザーイ！なになに？びっくりした。バンザーイって。バンザイロイヤルみたいな特攻してきた。どういうことこれ。さっきのもしかして上野なのかな。これ何につか繋がるのか全然わかんない。ただ本編出たらやってみたいな、これ。ゆっくりやりましたけど、このマニーズはこう勢いを勢いのまま、意味のわからんまま進んでいって、その勢いがあまりにもありすぎて名作映画見たような感覚に陥るんですよね。作者さんも結構ね、ぶっ飛んだ感じだったはずだからね、このマニーズをやった時。うわー、これ楽しみですね。何がどうなるんだろう。この無人島にこのマニーズこと食堂、古き良き昭和の食堂があってみたいなことなんだな。じゃあマニーズに、まあ確かに店員、前はなんか店員になったんだよな確か。どういうことなんだろうなこれ。まあでも終わりだからこれ、なん、あ、え、え、何これ、武器箱、え、え、あ、撃てる、すご、あ、いろんな武器持てんだ。戦いがあるみたいなことなのかな。すげえ、なんかちょっと遊べるモード用意してくれてる。おー、なんかできるわけじゃないな。これスナイパー銃みたいなのがあったり、ここ、え、これは？すーげえ！楽しい！ここになんか煙あんの？何これ、これ何この煙。すげえ、じゃあめっちゃ戦うのかな。マニーズもなんか飛行機で戦うみたいな激ムズのとこあったもんな。え、え、何、なんで突然夜になった。え、何、どういうこと、なんで突然夜になったの。え、怖いんだけど。そば、うどん、
なんで突然夜になった？え？お、デモ版も、あ、でも。え？いる？いるよな。なんだあなた。なんで突然また夜になったの？これ。もしかしてこれまたバンザーイってなる？ならんわ。あー、昼夜ここで戻れますよみたいな。ちょっとこのマップ楽しめますよみたいなことなのかな、これ。他に兵士もいないもんね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。あるはずのない無人島に突然飲食店がね、出てくるっていうぶっ飛んだ設定。バカゲーかと思いきや、まあバカゲーではあるんですけども、とんでもない、物語だったマニーズ、マニーズ2が出るのを楽しみに待ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、今回もぶっ飛んでそうだけど、なんか難しそうな感じもするな。前回も結構難易度高いとこもあったもんな。楽しみです。